豆板醤は、そら豆、唐辛子を主原料に作る中国の発酵調味料である。唐板醤は、脱皮そら豆を吸水させて蒸さずに、麹とし、塩漬けにして発酵させた上で、原料として、ごま油、唐辛子味噌、ごま味噌、小麦味噌、香辛料、砂糖等を添加して熟成させた調味料である。本来は唐辛子を入れずに、 そら豆だけで作ったものを豆板醤と呼び、辛い豆板醤を特に豆板からびしオと呼んでいたが、現在では唐辛子を使った辛いものの方が多く見られる。豆板醤は二百数十年前に中国四川省で最初に作られ、現在も一大産地となっている。特に省都生都市内の県の県豆板醤は高級品として知られている。唐辛子が多く含まれているためとても辛いが、 加熱すると香りが加わる。四川料理等の中国内陸部での料理では、ふんだんに使われ、食卓に上るメニューの多くが辛い品目で占められる。これは、東南アジアや南インド同様、現地の高温多湿な環境の中で食欲を増しかつ、発汗作用を引き起こす料理で汗を流し、健康を保つためである。また本格的な四川料理には、欠かすことのできない。 調味料の一つである。原料の空豆は皮が硬いので発芽させ皮を剥くという。日本の味噌のように蒸さずにそのまま麹に漬け、食塩を添加し半年ほど発酵させた後、これに唐辛子など香辛料を加え1ヶ月から数年熟成させるというのが伝統的な豆板醤の製法である。ただし伝統的製法は工業生産に向かないため、 一般的には蒸した豆で麹を作り高温短期間、発酵させることで発酵期間を短縮させ製造される。熟成が進むことにより、唐辛子の赤い色が焦げ茶色になり、辛さがマイルドになってまろやかな味になる。長く熟成されたものほど色が濃いが、製造者は資本を寝かせることになるので、価格も相応して高価になり、高級品とされる。 三年物でむね高級品とされ多く流通する。五年物になると流通量は限られるが、最高級品として珍重される。中国国内では一年物から売られるが、日本に輸入されるものの多くは二年物以上である。麻婆豆腐や、ホイコーローなどはより熟成された豆板醤を使うと良いとされるが、犬焼きエビ、ひとしなどは、 赤が綺麗な熟成期間の短い豆板醤を使うことが多い。ありがとうございます。